調布警察署の竹村さん、大島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、調布市狛江市では特殊詐欺の発生がとても多いと伺っていますが、最近の被害の状況について教えていただけますか。はい、まず特殊詐欺被害についてですが、とても危機的な状況になっております。具体的な数字で言いますと、平成29年はですね、28年に比べて1500件増の3500件発生しております。そしてこの流れは平成30年になりましても同じで、3月末現在、平成29年に比べまして351件増の986件発生しています、同じ月で。つまりですね、平成28年に比べて 2.7 倍の被害が発生しているという状況になります。また調布市狛江市の人口は約31万人ですが、そのうちの65歳以上の高齢者は約8万人いると言われております。こうした方が特殊詐欺被害に狙われており、とても危機的な状況となっていると思います。そしてまた、最近被疑者を捕まえて思うことは、お金を、キャッシュカードを取りに行く被疑者が19歳18歳の少年であることがあります。非常に多いです。つまり、皆さんのお孫さんやお子さんが詐欺被害のグループに、引き込まれるような状況があります。ですから地域としましても、そういう犯人グループに大事なご家族を加担させないように注意して見ていく必要があると思います。被害を受けないことだけではなく、加害者を増やさないようにするにも地域で見守っていきたいですね。はい、そうですね。では続いて、調布署管内の特殊詐欺被害の特徴について教えてください。はい、今年になって何といっても多い手口は、還付金名目でのキャッシュカード施行事案となります。今年になって36件の詐欺被害があるんですが、そのうちなんと26件、約7割がこのキャッシュカード施行事案です。その手口については、高齢者宅に市役所職員をかたった者から電話があり、医療費や保険料などがありますと言って、続いて約5分から10分後ぐらいにですね、銀行員などをかたった者から電話があり、そこまでは還付金詐欺の手口と同じなんですが、そこから、銀行の担当者から無人 ATM 誘導するのではなく、銀行の担当者が自宅に赴き、キャッシュカードを手渡す事案が非常に増えています。これを還付金詐欺と銀行員などをかたるキャッシュカード施行事案とのハイブリッド型詐欺と言います。詐欺だと見分けるためのポイントのようなものはあるんでしょうか。はい、最近犯人がよく使う言葉として、市の職員、警察官、銀行員、家電量販店、デパート、また医療費、保険料が戻る、無人 ATM へ行ってください、あなた名義のカードを使っているなど言っております。そういった詐欺にどんな対策をしていますか。はい、犯人からの電話に出ない対策を推進しています。ここに、ポスターがありますけど、はい、犯人からの電話に出なければ在宅中でも常時留守番電話設定をし、メッセージを確認した後、その不審点を解消した後、かけ直してください。とにかく電話に出なければ被害に遭うことがありません。被害を防ぐための措置ですので、ご理解をいただけたらと思います。ではその他に市民の方にお伝えしたいことはありますか。はい、高齢者が無人 ATM などで携帯電話で通話しているのを見かけましたら、詐欺の被害の可能性がありますので、すぐにやめさせ110番していただきたいと思います。はい、皆さんにも地域の目でご協力いただき、特殊詐欺には十分気をつけましょう。調布警察署の竹村さん、大島さんにお話を伺いました。